はい、どうも。今日は対談形式ということで、はい、ゲストに辻さんをお呼びいたしました、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい。ちょっと多分視聴者の方で辻さんを知らないという方もいらっしゃると思うので、はいはい、簡単にちょっと自己紹介だけお願いしてもよろしいですか。どういう自己紹介しましょうかね。はい、まあ、ドバイにいるんですけど、はい、そうなんですよ。メインはあれなんですよ、はい、僕日本で、まあ、フランチャイズ含めて、はい、今全国で160店舗ぐらいかな、160店舗ぐらい店舗ビジネス、美容だったりだとか、まあ、飲食もやってるんですけど、主に美容、ホワイトニング、アイブロウ、美容室、エステであったり、美容店舗を、全国でやってます、うん。で、まあ、ドバイに来て今半年ぐらいですかね、うん、半移住ぐらい、そんながっつり移住じゃなくて、まあ、ドバイの不動産とか、それこそエジプトだったりだとか、いろんなところの海外の不動産に興味があったんで、まあ、一回住んでみないとわからないなっていうので、こっち住んで、いろんな国で、もちろんエジプトも野崎さんからね、購入させていただきましたし、いろんな国で買えたんで、まあ、そろそろ日本に帰ろうかなと思ってるところです。あ、そうなんですね。もう買いあさったんで。やっぱ日本のが住みやすいですか。まあ、日本の方が正直住みやすいですね。日本というか僕アジアですね。韓国、シンガポール、はい、まあ、中国も全然あれですけど、まあ、あとは日本、まあ、ですけど、まあ、僕はアジアが好きです。やっぱ食べ物が合わないです。でもドバイ美味しくないですか。美味しいですけどクソ高くないですか。高いこれそれは思いました。めっちゃ高くないですか。めっちゃ高いです。めっちゃ高いでしょ。本当にドバイに来ると本当に湯水のようにお金がなくなってきます。そうなんですよ、金銭感覚がもうおかしくなってくるんですよ、はい。だから日本に帰った時めっちゃ安く感じるんですよ。いや、僕ドバイ、去年の6月に、はいはい、うちのクライアントに呼ばれてきたんですよ、はい。本当に久しぶりに来て、はい、で、まあ、やっぱ街の様子もだいぶ変わってて、で、最初、まあ、うちの役員と2人で来て、はいはい、何も知らずにレストランに入ったんですよ、はい、情報もなく、はい、で、まあ、ご飯3品くらい頼んで、はい、まあ、ドリンク飲んで、うん、お会計が出てきて8万円くらいだったんですよ。えっと思って、え、何頼んだの、はい、ってなって、はい、お酒飲んでないでしょ、はい、ってなって、これ一個一個全部見てったら、はい、ソフトリンクで1800円とかしますね、しますね、しますね、ドバイモールなんか、うん、しますね。こんなにするの、うん、ってなって、ドバイ怖ってなって、うん、怖いっすよ。次の日クライアントと、まあ、僕と、まあ、3人で食事をして、はい、でそこはお酒飲むんですよ、はい、生ビールとか飲んで、はい、まあ、でも前日にお酒飲んでなくて2人で8万っていう、はい、の印象があったんで、まあ1人10万はしないか、まあ、7万8万かなみたいな感覚で、うちのクライアントにもう会計どうします、はい、僕出しましょうかって言ったら、はい、いや割りましょうみたいになって、はい、まあ、1人7万8万くらいですかって聞いたら、はい、足りませんって言われて、はい、そうなんですかって言って1人おいくらですかって言ったら11万って言われて、はい、え、じゃあ3人でお会計33万ですか、はい、みたいな、はい、そんなにするんですね。いや、行きます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 。だってドバイモールの回転寿司なんて、うん、ね、一皿1800円とかしますからね、サーモンロールみたいな、うんうん、スシロー様々ですよね、もう日本。いやー、本当に高いと思って、はい、本当に高いですよ、うん。でも、その一方でなんか僕たちは日本を基準にそのドバイを見ちゃってるので高いってなりますけど、でも多分アメリカ人とかイギリス人は別に高くないんだろうなって。まあ確かにそうですね、パリとかも高いですからね、はい、実際に。そう、それって逆に考えると日本がそれだけ貧しくなってるっていうことなのかなっていうふうに思うんですよね。だから何ですかね、日本人もタイとか、フィリピンに行くと安い、美味しいって、それやっぱ日本よりもタイとかフィリピンのが貧しいからなわけですか、うん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 。でも今それがどん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 アジアも上がってきていて、でも日本だけ上がってないみたいな状況、つまりそれは日本の中にいる分にはいいですけど、うん、世界で見た時には日本がやっぱ貧しくなってきているっていう証拠なのかなって気がするんですよ。実際エジプトも上がってきてますからね、うんうん。エジプトも今ビッグマックとか、まあ、マクドナルドでビッグマックセットとか買うと、はい、日本とそんなに変わらない、600円ちょっとくらいかなくらいするので、でスターバックスも普通にあってめっちゃ混んでるんですよ。それも400円くらいします。スタバすごいですね。やっぱすごいですね。どこでもありますね、あの人ら。どこでもありますね、あれは。もうないとこないっすよ、はい、マジで何店舗あんねん。もういや、だからちゃんと日本人気づかないといけなくて、そのやっぱ日本だけ先進国の中でも給料上がってないとか、物価上がってないとか言われてて、確かに確かに。で世界はどんどん上がっていってる、でも世界が上がってる中で日本だけ置いてかれるってなると、もう日本は海外旅行に行けなくなるみたいなことも起こり得ますよっていうことですよね。
そこの危機感を僕は持った方がいいかなと思って、投資だけじゃなくて、はい、まあ、ビジネスとかも、はい、どんどん海外に展開していった方がいいのかなと。まあそうですね、だから僕はですよ、僕の見解ですよ、これ勝手な見解なんですけど、僕はこうドバイが砂漠だったじゃないですか。でも今こんなにも栄えてる、いろんなもの、もう何でもありますよね。でエジプトは今こう20年前のドバイって言われてる。でこれからこうどんどん立ってきて、今どんどんできてる。でも日本っていうのはもう完成してるじゃないですか。僕らが生きてる時代は分かんないですけど、僕マジで日本が砂漠みたいな国になるんじゃないかなと思ってるんですけどね。逆に、うん、もうやっぱりこれ以上この経済が悪化してすると、僕それもありえるんじゃないかなって逆に思ってるんですよね。本当に、いや、その砂漠というか、うん、もう少しの具体的な話をすると、うん、実はその日本企業って、うん、中国とかタイとか、うん、ああいうところにいっぱい工場を作ってきて、うんうん、そこで結構ひどいことをしてきたんですよ、うん、ひどいことっていうのは人件費が安いという理由だけで工場を作って、うん、彼らを奴隷のように扱って、うん、店に低賃金で長時間労働して、うん、で物を作ってきたっていうことを散々やってきたんですよ、うんうんうん、でも今世界がどん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 物価も給料も上がってきて、日本が一番安いみたいなことになると、今度は逆にやり返されるんじゃないかなって。中国の会社が日本に工場を作って日本人を低賃金で長時間労働を働かせるみたいなことは起こらないですかって。しかもじゃあ中国人からすると、日本は技術もあるし、で人件費も安いし、言うこと聞くしってなったら、真面目ですからね、工場を作りやすいですよねっていう、そんなことが起こるんじゃないかなって気はしてるんですよね。だから砂漠化というか、そのなんていうんですかね、乾いた感じになっちゃうというかっていう、なんか気はしますね。僕はそう思いますね、やっぱりこのままだとね。だからもうちょっと日本人がこうリテラシーをつけて、日本だけでこう見るんじゃなくて、もう少し広い視野で見たりだとか、日本におる中でもこう自分のレベルを上げていかないときついだろうなっていう ね、 そうですよね、うん、本当にしんどくなる。もう子供の代は確実にしんどくなってくるだろうなっていうのはめちゃくちゃ思いますね。ケタさんがそのドバイに来られたのはいつぐらいになるんですか？僕が初めて来たのがちょうど1年前ですね。ちょうど今日とか明日とかぐらいじゃないですか。そうなんですか。1年前の1年記念日ですね。いや、じゃあ 僕、 ね、僕もちょうど1年前エジプトに移住しました。だからケタさんがドバイに移住された時に僕はエジプトに移住したタイミングです。そうなんですね。ちょうど僕も1年ぐらいですね。うん、何がきっかけでドバイに来ようと思ったんですか？僕は旅行ですね、はい、もう旅行で3泊4日2泊3日、世界一の国でこう今注目されている国に行ってみようと思って、パッて来た時にパスポート落として、で2週間ぐらいでここで滞在しないといけなくなって、でいろんな不動産見に行ったりだとか、いろんな人にこう会いに行ったりして、あ、海外も魅力的だなって初めてそこで知ったんですよ。それまで海外旅行嫌いで、言語も通用しないし、やっぱ食べ物も違うし、トイレとかもやっぱりね、日本って清潔じゃないですか。でそれが無理で、あのホテルとかもね、日本って綺麗じゃないですか。で海外旅行嫌いやったんですけど、だから僕は2泊3日とか3泊4日で帰ろうとした時は、やっと日本に帰れるみたいな、やっとフライトやみたいな、もうこんな国一生来ないと思って、僕は飛行機に乗ろうとしたらパスポートなかったんですよ。でも逆に言うと、そのこっちに滞在した2週間でドバイとか、まあ、世界の伸びしろに気づいたんですよ。これまだまだいけるな、これ日本に全然あるなって思ったので、まあ、一回自分が来てみないとわからないんで、一回来てみようと思って、まあ、従業員とかオンラインサロンもあったんですけど、まあ、一回僕が来ないとわからないなっていうので一回来ましたね。じゃあ海外不動産を今買 いっぱい持たれていて、はい、それも全部この1年の話。そうですね、まあ、フィリピンはちょっともう少し前から持ってたんですけど、あとは全部こっち来てからですね。すごいペースで買ってきますね。そうなんです。僕いいと思ったらすぐやっちゃうタイプなんで、はいはい、パパパってやっちゃいましたね。いやすごい。いや今うちでもエジプトの不動産買われてもらっていただいてて、はい、もうそれもすごい早かったですもんね。はい、もうあれですね、2分ぐらいですね。物件見てないですからね。エジプトになんなら行ったことがないっていうね。いや近いのでぜひ来ていただいたらと思ってましたけど、はい、見ずに買うんだって思いながら。そうなんですよね。だからなんか、あんま考えないかもしれないですね。あんまり考えないですね。もう決断で生きてきたんで。あ、でも直感的な部分も大事です。いや、めっちゃ大事ですよ。なんかそういう優秀な経営者って結構いろんな決断って、まあ、もうたくさんしないといけないので、はいはい、その一個一個全部時間かけて迷ってたら、そうなんですよ、回らないですからね。そうなんですよ、そうなんですよ、本当に全部直感なん で、 直感ってみんななんかこう適当に買ってる風に見られるんですけど、
僕33なんですけど、33年間自分が培って生きてきた経験の直感なんで一番正しいと思うんですよ僕、うん、そもそもが考えたところで変わんないんで、だから僕はもう直感を信じていつもパパってやっちゃいますね、はい、周りのスタッフの方ってでも結構大変じゃないですか、振り回されてあめちゃめちゃ大変だと思いますよ。そうですよね、はい、めちゃめちゃ大変だと思う。だからその周りのスタッフがなんで笑っとんねん確かに大変ですみたいなでも確かにそう わがまま、はい、だからなんかこうグループ会社の社長とか社員は可愛いって言いますね僕のこと、あのもうわんぱくじゃないですか、はい、これもやりたいこれもやりたいみたいなこれ欲しいみたいなわんぱくなんで、はい、いや同じで、はい、めっちゃ大変だと思いますね。さっきもお伝えしましたけど僕今 YouTube とか、はい、勉強会とかで、はい、エジプトのことを偉そうには言ってますけど、はい、何一つやってないですからね、はいはい、最初でエジプトやろうって決めたのが2年前 で、はい、でうちのスタッフに、まあ、うちの役員に、ねはい、やるって言って、はい、一人で行かせて大変ですよね一人で開発とか会社とか弁護士とか全部交渉、はいしてくれて、はい、で形になって報告を受けたものを、はい、あたかも自分がやったかのように偉そうに言ってるっていう、はい、まあでも男の子やったらいいですけどね、はい、女性の方一人で行くってかなり勇気いりますよね、はい、ドバイとかやったらねイエーイって言ってくるけど、シンガポールとかねドバイやったらイエーイって言ってくるけど、エジプト行ってこいって言われてね、しかも英語が通じるところもありますけど、うん、やっぱメインはアラビア語の国なんで、うわしんどいですね。そうアラビア語も話せれませんってなって、一人で行ってきてみたいな。すごいですね。何ヶ月間かいましたからね、エジプトに。今アラビアもある程度わかるんですか、じゃあ。いやいや、全然。アラビアは全然。アラビア語難しいですね。難しいですよね、うん。僕、時計だけアラビア語なんで。あ、そうなんですか。はい、これアラビア語なんで。だからドバイとかでこれ時計つけてると、アラビア、アラビアってめっちゃ言われるんですよ。めっちゃ言われます。そう唯一1年間住んでて覚えたアラビア語がラララララって全然わからないですそれすらわからない会話の節々にエジプト人たちって、はい、ラララララって多用するんですけど、はい、ラっていうのが、はい、ノーっていう意味なんです、じゃあノーノーノーって言ってるんですか。違う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 。でその言い方でなんか、ニュアンスが変わるんですけど、ラみたいな感じで言うと、うん、もう強めのノーみたいな。へーでラララララっていうのはもういい違う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 からみたいな。でも確かにタクシーの運転手ってたまになんかラララって言ってますね、うん、ドバイでね。そう何言ってんねんと思ってましたけどだからアラビアそれアラビア語で絡まれたら大体ラララララって言っとけば大体なんとかなって。あもう断れる、はい、断れるんですね。ラララララって大体エジプトのピラミッドの前とか行くとこう物売りが多いので、まあ、絡んでくるので、うん、あそういうことか、はい、全部ラララララララって言っとけば大体大丈夫、うん、へいいこと学んだんちゃう、うん、アラビア語はそれだけで大丈夫なんか言われたらラララララって世界って広いっすよね本当ね、うん、なんか日本だけどおったらあかんなって一回だけの人生なんで思いましたね、うん、海外旅行嫌ってましたけど面倒くさいじゃないですか、面倒くさいっちゃ面倒くさいじゃないですか、うんでもまあ今後いろんな国に行ってみたいなって思いましたね。そうですよね。しあとなんかいろんな国でビジネスするのも面白いな。いや絶対面白いですよ。日本だけではやっぱねもう限界があるんで。そう、うん、いやだから今本当にエジプトってチャンスだとは思うので、うん、で今ケタさんの子もいろんなビジネスやられてるじゃないですか。うんうん、それもなんか、まあ、うちの子でとかフランチャイズやると思いますし、うんうん、やってったら本当に面白いと思うんですよね。面白いですよね。うん、いやエジプト行かせますよ僕誰か。ぜひぜひ。はい。はい、誰か従業員飛ばしますよもう。はい僕はだから、はい、僕が考えた構想としては、はい、こう実業で稼ぐ、はい、これも日本でやってるんでもちろん日本に税金を納めて銀行からお金借りてそれを膨らましていくでその資産で僕は海外の不動産を買うっていうのが僕の今のこう一つのサイクルになってますね、うん、不動産を買って不動産で儲けて不動産を買うんじゃなくて僕の場合実業でお金を残してその実業で儲けたお金で不動産に投資するっていうやり方で今やってますね、うんそう面白いですね、いいですね、はい、だからなんかちょっと利益が出たりすると買っちゃおうかなってなるなるほど、はい、すぐ買っちゃおうってなるんですよ、はい、いやでも賢いと思います、ね、いやそうっすね、いろんな国でこうねさっきも言いましたけどいろんな国の不動産いろんな国の通貨持ってることがやっぱり今の時代大切だと思うんで、うん、特に日本円が力なくなってきてるんでね今、うん、そこはなんか危機感を持ってこれからもやっていきたいなと思いますけどね。なんかそのうち、まあ、いろんなクライアントがたくさんいて、はい、やっぱお金持ちの方多いんですよ、うんうんうん、でやっぱそういう人たちを見てて共通していることがあって、うんうん、もちろん全員とは言わないんですけど、うんうん、やっぱ皆さんなんて言うんですかね、まあ、ちょっと言葉が良くないかもしれないですけど、うん、派手ではないんですよ、うんうんうん、例えば
ゴリゴリの派手な感じで言うと、うん、フェラーリ乗ってギラギラつけてギラギラの時計して、うん、もう全身ブランドですみたいな感じの人ではないんですよね。至ってその、まあ、もちろんちゃんとされてはいますよ、皆さん、うんうんうん、されててピシッとスーツとか着てはいるんですけど、そのギラギラ感はないんですよ、うんうんうん、でもだからこそ僕お金があるんだと思うんですよね。で結局そのギラギラしてる人たちってもちろん入ってくるものはたくさん入ってくるとは思うんですけど、そういったものが多分出てくるものも多いんだとは思うんですよ。でもうちに来られる方々ってみんなやっぱりちゃんとされてる方ばかりなので、結果それが稼いだお金が不動産に回るとかしてて、でまたそこでお金が生まれてみたいなことの循環が起こってますよね。そうだからなんかフェラーリとか乗ってますみたいな人はあんまりうちの実はクライアントにいないんで、まあそうっすよね。フェラーリがいけないってわけでは全然ないんですけど、まあ、だからやっぱりお金持たれてるんだなっていう印象がすごくありますね。そうやね、うん、だから別にその語弊がちょっといけないんで、うん、そのフェラーリを指定してるわけじゃないですか、うんうん、あのだから使い方で稼いだお金が全部そっちに行っちゃうと何も残らないですよってなっちゃうんですけど、だからそこは別に全体の中で100億あって別に1億くらいフェラーリ買ってもいいとは思うんですよ、まあ、そうですよね。それをだから振り方としては何でも買わんでも散財したらいいっていうものではないですよっていう、ね、まあそうですよね、まあ、散財もねいいですけど、やっぱりお金に変わるものにお金を入れるっていうのがやっぱね、うん、もうこれビジネスの鉄則、何があるか分かんないね、うん、コロナみたいなことが起きるかも分かんないね、いつでもこうねそこの投資っていうのは僕大事だなと思うんで、だから僕もそのポンポン買い物するんで、不動産とかポンポン買うんで、あいつめっちゃ使ってんなって思われるんですけど、意外とこう守りの攻めをしてるというか、うん、攻めの攻めじゃなくてこう守りを固めてるっていうのは結構自分でも思いますね、うんうん、そうですよね、はい、これが一番賢いと思いますね、うんうん、エジプトには来ていただけるんですよね。いや1回ぐらい行こうかなと思ってますよ、はい、でもね、もうそこまで微妙ですよって言われたら行きたくなくなりますけど、まあ、不動産の伸びしろはあるっていうのは分かってますけど、その国自体は微妙ですよって言われるとちょっと行きたくなくなってきますよね、はい、まあ、ピラミッドはでも見たいですね、生でね、はい、1回ぐらい、人生1回なんでね、ぜひあのビップ待遇で、あ、ありがとうございます、いただきますので、ありがとうございます、行きますよ、はい、じゃあもう次のじゃあコラボはエジプトで、はい、エジプトでピラミッドの前で撮りましょうか、あとは寝室とかでっていうところで、はい、視聴者の皆さんには楽しみにしていただけたらということで、ぜひ行かせていただきます、はい、また続きもよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。